親の認知症寝たきりを防ぐ方法。むーちゃん55歳女性、高齢の義母がだんだん歩けなくなると口癖のように言います。そのくせ病院から処方される薬はほとんど飲みません。だんだん歩けなくなるのは普通だと思うのですが、聞き流すのがベストでしょうか。だんだん歩けなくなりますね。体力が弱くなってきて、年を取っていくと弱まっていく。結果としてどうなるんでしょう。じゃあだんだん歩けなくなってくると筋力が弱まってきて寝たきりになりますね。寝たきりになるとどうなるんでしょうか。介護が必要になりますね。誰が介護するんでしょうか。あなたですね。それでほっといていいですかって、あなたが介護する羽目になりますよっていうことなんですね。だから親がその寝たきりになったり、あるいは親が認知症になると、子供が介護しなきゃいけないことになってくるわけですよ。認知症の3分の1は自分の努力で予防できるっていうのが科学研究で明らかになってますね。大体あと寝たきりになるっていうのもかなり予防できるんですね。これが以前の動画で話したんですけども、フレイルって虚弱って言って、昨日まで歩いてた人がある日突然寝たきりになることはございません。徐々に筋力が弱くなって転びやすい状態になったり、フラフラしたり、危なっかしい、杖をついてよちよち歩くようになって、どっかで転んで大腿骨骨折して入院して、1ヶ月入院したら筋力が弱くなって歩けなくなって寝たきりになるみたいな感じで、徐々に弱まっていって寝たきりになるんですね。だからそういった虚弱の予防、認知症の予防ということを皆様のご高齢の両親に対してしていかないと、親が病気になって寝たきりになったり認知症になった時に、介護するのはあなたなんですけど大丈夫ですか、いいんですか、きちんとやれば予防できるんですよということが分かってますね。でも皆さん予防法とか知らない、ネットで検索すればいくらでも出てきますし、カバサワのツイッター、認知症予防のためにできること18選、7時間以上の睡眠、1日に10分以上のウォーキング、週に数回の中強度以上の運動、孤独にならないコミュニケーション、勉強する、趣味の活動、禁酒喫煙を減らす、バランスの良い食事、肥満の改善、高血圧を予防する、糖尿病を予防する、大音量で音楽を聴かない難聴予防、日々の歯磨き、歯の治療、歯周病予防、座りすぎを避ける、達成感やりがいのある活動、チャレンジする、リタイアしない、ボランティア、社会貢献活動といった18個の活動で認知症というものを予防できます。今言った方法をやると、ほぼほぼさっき言った虚弱、寝たきりの予防も全部含まれてますね。だからこういうことを皆様のご両親にやっていただくと、皆様の親が寝たきりになってあなたが介護しなくてもいいわけですよ。だからこういう活動を促した方がいいと思いますけど、どうしても親の介護をしたいんだという方は別にそれはご自由ですけど、結局ほっとくと病気になったり認知症になったり弱まったりして、どんどん要介護一直線ですね。健康に無関心な方々にあられましては、でも例えば今言ったように最初の3つが重要なんだけど、7時間以上の睡眠、週に数回の中強度以上の運動、1日に10分以上のウォーキング、睡眠運動朝散歩ですね、私がいつも言っている、これでかなり認知症も予防できるし、1日に10分歩いてれば寝たきりもならないです。だって1日に10分歩いてんだから、次の日から寝たきりになるってことないよね。だいたいお年寄り人におかれましては、膝が痛いです、腰が痛いですって言って外出しなくなる、買い物にも行かなくなる、家から出なくなる、あるいはコロナが怖いとか言って家から出なくなる。1週間家から出ないとものすごい筋力が衰えています。コロナ禍において相当日本中のご高齢の方から筋力が衰えてると思うんだけどね。筋力が衰えてるってことはどういうことかというと、寝たきり直前ってことですよ。もうちょっとで寝たきり秒読み体制になってるってことですよ。そういう状態を看過します、看過しない方がいいと思いますけどね。だから何がしかの形で運動を促したり、一緒に散歩に行こうっていうのが私はいいと思うし、散歩じゃなくても買い物に行こうとかね、出かけようとかね、どっかスーパーまで行こうとか、あるいはちょっと近くのとこにご飯食べに行こうとか、そういうことでもいいので、家から出て5分10分歩いて戻ってくるだけで、お年寄りにとっては結構な運動になりますので、それを週に数回やるだけでも全然違います。だいたい寝たきりになるお年寄りは1週間のうち1回も外出しないみたいな生活をしている人がほぼほぼ寝たきりの予防因子ですね。皆様のご両親が虚弱、つまり寝たきりの前段階に入っているかどうかを簡単に調べる方法というのがあります。それはですね、歩幅が小さくなる。よくご高齢の方でこのよちよち歩きみたいなチュ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 ってこう歩いてる人がいますよね。なんで歩幅が小さくなるかっていうと、筋力が弱っていてバランスが悪くなっているので、4、50センチで一歩普通の人は歩けると思うんだけども、筋力がないから10センチとか15センチぐらいしか進めないわけです、ご高齢の人の。それが筋力が弱ってる証拠で、そういう風に歩幅が小さくてよちよち歩きを皆さんのご両親がしてるとしたら、どっかのタイミングで転倒して骨折して寝たきり一直線、ほぼほぼ寝たきりの秒読み体制に入っているという風に考えた方がいい
と思いますね。そうなった時に皆さん方は危ないからおじいちゃんおばあちゃん外に行っちゃダメだよっていう風にみんな言うんですよ。外に行っちゃダメだよって言うから行かないから寝たきりに直線ですね。わかりますかね。だからそういう状態になってるからこそ外出すべきです。外に行くべきです。散歩すべきです。一人で危なければ一緒に行くべきです。そうしないと介護になりますよ。あなたが介護しなきゃならなくなりますよ。いいんですかって話ですよ。それだったら毎朝一緒に15分散歩した方が一日中介護するよりも絶対楽だと思うんですよね。だから今いろんなことが科学で分かるようになってきてるから寝たきりを予防することも認知症を予防することもかなりできるんですよ。かなりできるんですよ。 100% 防ぐのは無理かもしれないけどかなり防げるんですよ。しかし何もしないとどんどん寝たきりやら認知症に向かって一直線に進んでいくんですよ。いいんですか皆さんのご両親がそうなって。ということでどうしたらいいですかっていうとできるだけ運動をするということを促すということがいいと思いますね。さっきの質問で病院から処方される薬はほとんど飲みませんっていうことなんだけどどんな薬なのかっていうのが結構重要ですよね。高血圧の薬であったり糖尿病の薬とかを飲まないとどんどん高血圧ひどくなってくるし糖尿病もひどくなってくる。そうなってくると動脈硬化が進んでくる。そうなってくるといろんな病気になってさっき言ったようにまた例えば脳梗塞なり心筋梗塞なんか起こして1ヶ月入院したらそこから筋力が弱ってしまって寝たきりになったりするということになっちゃいますので結構重要な薬を飲まないと寝たきり一直線を10倍ぐらい加速しているような状態というふうに思いますけどね。例えば精神科の睡眠薬を飲まないとか安定剤を飲まないとかぐらいのものでは別になんとも問題はないと思うんだけどさっき言った重要な薬っていうのがやっぱあるので高血圧とか糖尿病っていうのはやっぱり予防していかないといけないということでね。だからそういうものの薬があれば飲んだ方がいいでしょうね。飲みませんって言った場合情報を言うしかないです。高血圧薬飲まないとしたら血圧上がって脳梗塞になるんですよ。血圧200超えたら脳の血管プチンと切れちゃうんだよ。大丈夫飲まなくてって教えてあげたらいいし糖尿病の薬飲まなかったら糖尿病を進むと血管ボロボロになっちゃうんだよって、ね、食べたいもの食べれなくなっちゃうよ。そういう風にして教えてあげるしかないね。そうすると一朝一夕ではすぐ飲みますっていう風にはならないと思うけど何ヶ月か言ってるとじゃあやっぱ飲もうかなっていう風に変わってくると思います。自分の親とどう関わるかっていうのが非常に重要な問題と思います。私も自分の親は今83歳ぐらいで血圧時々上がって救急車で運ばれたりしてるのでそれこそ結構深刻なんですけどもやっぱり自分の親は長生きしてほしいっていう純粋にそうも思うし本当に寝たきりになっちゃうと大変だなっていうこともあるのでそういうことも含めていつまでも健康でいてほしいと心で思いますけどそのために子供ができることってあるんですよね。今言ったように運動を促したり薬をちゃんと飲むように促すっていうことも本人やらないんであれば子供が促したりするしかないですね。そうですね。一緒に病院に行くってことも重要で例えばあなた親がどんな薬飲んでるかも知らないでしょ皆さん普通の人だから親と一緒に病院に行って先生にこの薬どういう薬なんですかとか間引いて飲んでて大丈夫ですかって聞いてみたらいいんですよね主治医の先生に直接。そしたらいやこれ血圧の薬だから毎日飲まないとちょっと良くないよって多分言ってくれると思いますね。だから親病院行ってからなんとかなってるでしょうっていうのは全くなんともなってないですよ。はっきり言って全くなんともなってないですよ。意外とそういうふうに病院に行ってても薬飲んでない可能性もあるし先生の説明とか全く理解してない場合もよくあるんですよね。親が例えば70とか80とかになってる方はたくさんいらっしゃると思うけども本当にそのきちんとそういうやるべきことを運動不足ですね一番重要なのはね運動不足筋力低下こういったものが進むと寝たきりになったりあるいは認知症になったりしていくと認知症予防も運動するっていうのが一番の予防ですからそういったことも含めて自分の親に運動させるってことがとてもとてもとても大切なことだと思います。4月20日発売カバサラ旬の新刊これからの生き方図鑑何かと生きづらいこの時代もっと楽しく楽に生きる新しい生き方47個紹介しています。全334ページの充実した内容ぜひお読みください。